市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします今回は5月17日木曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします定例記者会見での発表の内容は津波避難協力ビル及び私有施設の津波避難ビル指定についてと津市防災情報メール多言語版による緊急情報の配信開始について 未就金の解消に向けて、特別滞納整理推進室における1年間の取り組み状況について、市政懇談会、対話と連携のまちづくりの開催についての4件です今日はあの津波避難ビルですね、これの追加の指定について発表させていただきますとともに、そのほかにも防災を2、3件、2件ですね、ございます。それからえっと 税の関係を1件とそれからさらに市政懇談会についてということで以上4点を発表させていただきますでは最初に1点目の津波避難協力ビルそれから私有施設公共施設を津波避難ビルに指定をしていくという件でございます津波避難ビルにつきましてはすでに私どもで16施設ですね指定をしてまいりましたこれは全て民間の施設をですね 指定をしてまいりましたが、まあ、この際ですね、もう一度確認をした上で、私どもの公共の施設も指定していこうということでございます。それに加えて、民間施設の方でずっとネックになっておりました、24時間365日という要件に満たないものをです、ね、今回、私どもの方で、津市として津波避難協力ビルという制度を 創設しようとますまずあの津波避難協力ビルについて申し上げますとあの、その表に書いてございますように、耐震性とか、あの階層です、ね、3階以上ですね、えー、という条件を満たすものであって、えー、利用可能なです、ね、時間帯だけ制約があるもの。 まあこういうものについては、利用可能な時間については、明らかに津波避難ビルとして有効に機能をするわけでございますけれども、まあ、365日24時間と言えないということで、津波避難ビルとは言えないというものであります。そこでそれを津波避難協力ビルということで,です、ね、津市独自の制度、これ、国の制度にはございませんので、津市独自の制度としてです、ね、この津波避難協力ビルというのをスタートさせようというものでございます。まあ、すでに津波避難ビルのご相談をいただ いた,いたんだけれども、あの年末だけダメとかですね、そういうところがありますので、そういうところは津波避難ビルにはなれないということで、津波避難協力ビルとして指定をさせていただく形で、これから接種を進めたいというふうに思っております、既でに津波避難ビルとしてのご相談をいただいておるところでございますので、あの比較的スムーズに指定ができるんではないかというふうに考えております。 もう1つ、2枚目でございますが、CU、えー、施設の津波避難ビルの指定ということでございます。えー、17の施設をです、ねえー、津波避難ビルとして、本日付で追加指定をいたします、えー。そちらに書いてございますように、これらは、えっと、浸水予測区域内にある、これはまああのマグチュード8.7ベース、今の防災計画ベースで、地域防災計画ベースで、 えー、浸水予測区域内にある施有施設17施設ということであります。で、この17施設の内訳でありますけれども、これはあの従前ですね避難所としてまあ,あの避難所として指定をしていたものでありますが、浸水予測区域内にあるので避難所としては。えー 直ちには開設しないというふうに決めた、まあ、あの施設でありますが、それが16施設、それからアストの駐車場につきましては、これはあの厳密には浸水予測区域内ではないんですけれども、まあ、極めて近いところにあって、そして津波避難ビルとしての要件を満たしておりますので、それを合わせて17施設を指定するものであります。これらにつきまましては、えっとま、ず まあ、昼間の時間帯は全く OK、それからあのフェニックス通り駐車場とアスト駐車場は、これ24時間空いておりますので、えー、これ、上がれるということであります。でそれ以外のところはです、ね、えーまあ、夜間休日の問題でありますが、これはあのいろいろ調整をして、地域の皆さんにです、ね、ご協力いただくと、まあ、以前からあの学校開放などの場面で、えー、地域の周辺の、施設周辺の皆様に鍵をお預かりいただいておると、管理していただいておるというところが多いわけでございますが、 えー、そ,れその方々に休日夜間で津波が発生した場合、まあ、津波発生が予測される場合です、ねえー、津波警報が出る場合などについては、あの鍵をです、ね、その方が開けていただく、あるいはその方のところに自主防災組織の方が取りに行っていただくということで、えー、対応していこうというものでございます。そそそれれからももう一つそうつは言ってもです、ね、それだけで機能しない いかない場合もありますので、私どもの職員で近くに住まいをしているものについて、その鍵の担当としてです、ね、命じまして、そして職員が会場するということも、まあ、二重の形で対応していくと、こういうふうにいたしました。えー、っとこれで,です、ねだいぶ あのカバーが進んだと思いますが、ちょっとカラスだけですね、まだあの今回、カラス小学校、それから松ぼっくり作業所が入りますが、まだちょっとあの十分かなというではないような面もありますので、ちょっとまあ今回間に合いませんでしたけれども、先般、リニューアルして解説いたします、カラス歴史。 資料館ですね、若桜会館についても、これ、早急に作業して、指定をしたいというふうに思っております。それから、あと、川口のポンプ場も、あの地元の方からです、ね、あそこに上がりたいという話も聞いておりますので、この2つについて、ちょっと今回間に合いませんでしたが、さらにカラスについては、追加作業をしたいというふうに思っております。それでですね、3枚目の紙にありますが、そういうふうに整理してまいりますと、 まあ、あのより遠くより高い場所へということで、あのこれ、考え方の整理として、一番上の,あの四角のところにありますように、まず遠,いとこ遠くの津波浸水予測区域外に出ていただくということで、えーえーえー、あのを目指していただきたいわけでございますが、まあ、万が一逃げ遅れた場合とかです、ね、やむを得ず一時的に身の安全を確保する場合。 にあの逃げ込むべきまあやむを得ず駆け込む緊急避難先としてまあ、津波避難ビルがございますとで津波避難ビルに加えて津波避難協力ビルをこれからさらに募集してまいりますとそれからその次にまあ、あの緊急避難先としてですね独自に自主防災組織が決めておられる避難先というのが考えられますとまぁ、あ、最後に、えー、そういうものではないけれどもまあ一時的にですねとりかく あの高いいいとところ上ががるという場所がございます避難途中のできるだけ堅牢で高い建物、道路施設等ということでございますと、この4つ、まあ、5つです、ね、のパターンで、各地域の自主防災組織なり自治会なりに、えー、具体的に自分たちの地域ではこれのどれに当たるのかということを整理をしていただいて、そしてえ津波避難計画、 の作成に役立てていただこうというのがこの津波避難先一覧というフォーマットは様式でございます、えー、私どもとしては各自あの自治会というか自主防災組織でこの津波避難計画をお作りになる時にうちの区域だとこういう不便があるとかこういうまだ あの逃げ込み先が足りないとかいうことがこれから出てくると思いますので、それに応じてさらにですね私どもとして津波避難ビルの協力を呼びかけたり、していく必要がさらにあるのかなという風うに思っております。以上が1点目のものでございます。それから2点目でございますが。が津市防災情報メール多言語版。 についてこれは6月1日から発信をいたします、えーっとまあ、大雨によるです、ね、被害のや土砂,被害それから土砂災害、それから地震の津波の予想、これらについてはです、ね、すでに津市防災情報メールというシステムがございまして、すでに現時点で1万百六十一人、一万4861人の方がご登録をいただいております。 ただこれは日本語だけでございますので、現実には、日本語に、外国人の方々にはです、ね、ややご不便な状態になっておるということであります。現在、津市における外国人登録者数、4月の27日現在で7940人いらっしゃいますので、こういう方々で日本語のメールではちょっと、 不都合かなという方々のために、えー、多言語版でこのメール配信サービスをスタートしようというものでございます。で具体的にはですね、えー、っとまあ、こんなようなイメージなんですけれども、あのまあ、こういうふうに携帯でですね、こう英語それからまああの簡単な日本語 それからあ、まあ、ポルトガル語ですね、ブラジル語というも言いますけれども、それから、えー、っとポルトガル、それからタガログ語ですね、えー、さらには、えー、スペイン語と、この5つの形で、えー お手持ちの携帯電話に、ご登録あらかじめメールアドレスをご登録いただくことによって、お手持ちの携帯電話に緊急情報を発信していくというものでございます。えー、っと、これの広報なんですけれども、津市のホームページをはじめとして、まあ、リーフレットの配布をしたり、あるいはですね、津市国際交流協会さんが発行しておられる外国人向け広報誌ニュースレターなどによりまして、PR をしていきたいというふうに思っております。 次が3番目でありますが、えー、未就金解消に向けてということで、えー、特別滞納整理推進室の1年間の取り組み実績がまとまりましたので、ご報告をいたします、まあ。昨年4月1日に設置をしたものでございます。1年間、えー、この特別滞納整理ということでですね、えー、取り組んでまいりました。えー、特別滞納整理室では、市税、えー、それから国民健康保険料、 介護保険料保育所、入所、担金など、いわゆる徴収が比較的困難な債権につきましてです、ね、各所管から引き継ぎを受ける、引き継ぎを受けて、それを、えー、早期官能を行うようです、ね、納付指導をする、あるいはです、ね、早期官能が見込まれない場合、それからちょっとあの納付意思において誠実な納付意思をお示しにならない場合はです、ねまあ、税の手法、 による差し押さえなど滞納処分をさせていただいております、えー。去年の4月1日から今年の3月末までの結果として、市税の合計徴収額 B の欄でありますが、4億4446万円余ですね、余り。そしてそのうち私どもの滞納整理室が滞納整理推進室が3億6674万円余り。 三重県全体で地方税管理回収機構というのを持っておりますが、こちらが7772万円余りを徴収しておられます。国民健康保険料としては5400万円、約5400万円、介護保険料は約360万円、それから保育所入所負担金も約360万円ということで、合計ですね5億566万円余を徴収することができました。 米印の2番にありますように、特則手数料や延滞金も含めの徴収もしております。したがって、これらは合わせまして、特別滞納整理室として徴収した総額ということになりますと、さっきの三重地方税管理回収機構分を除きますと、も除き、本税特則手数料、延滞金を含めますと、約4億6千円 四百三十万円ということになります。まあ当然納期内にきちんと納付していただいておる市民多くの市民の方々との公平性の確保あるいは歳入確保という観点からですね未収金の解消について今後とも引き続き努力をいたしてまいります。えっと最後四点目が市政懇談会でありますがえっと。 これは都市総合計画に掲げる諸施策を市民の目線で考えて、対話と連携によるまちづくりを進めていこうということで、昨年から実施をしておるものでございますが、まあ、今年度も引き続き開催をいたします。でまあ、今年度のテーマを活力ということで,です、ね、活力あるまちづくり、具体的には商工業、あるいは農林水産業など、産業団体との姿勢、懇談というのを主にイメージをして、えー 作り上げていいきたいといいう,うに思いますとりあえず3つの先との懇談日程が整いましたので、今回、林業関係団体、それから農業関係団体、工業関係団体、それぞれ1つずつですま、ね、い、えー、ります。懇談後に現場見学を予定しておる懇談会もございますので、えー、懇談の場を公開といたしまして、市民の皆さんに、えー お聞きいただけるようにしたいというふうに思っております。まこの3つをスタートとして、今年度も引き続きですね、この対話連携のまちづくりを推進のため、市政懇談会を続けてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。よろしくお願いいたします。